いよいよ始まりますね。始まりますね。これまで試作版を作って皆さんに見ていただいたりしましたけど、いよいよ今回から本編です。早速今日はこちらはどちらでしょうか。もちろん家康公が生まれた岡崎城、拠点とした岡崎城です。でこの場所というのはですね、私が岡崎城公園の中でも一番好きな場所です。徳川家康公の最も人柄を表した像ではないかなと私は思っています。第1話は徳川家松平家の大元である松平郷というところに皆さんをご案内します。いよいよ竹千代チャンネルが始まります。第1回目は家康公のルーツをたどります。それは生まれ故郷の愛知県の岡崎ではなく群馬県太田市にあります。そこからぐーんと遠くまで愛知県の三河まで歩いてきたわけです。どうやって来たかの資料はありませんが、おそらく鎌倉街道をあちこち歩きながら落ち着き先を求めるうちにここまで流れてきたのでしょう。ここはですね、松平の初代近氏が作ったその高月院という松平家の菩提寺です。これは三代将軍の家光が建てたというふうに、ホームページかウェブサイトで見たんですね。ちょっと見てみましょうか。高月院はブラ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 、あれ、ここにはないですね。書いてない。ここにないね。多分そうです。多分これは家光が建てた、三門だと思います。じゃあ今からここに、行ってみたいと思います。さあ行こうぜ。はい、1367年に建立された時は寂静寺と呼ばれていました。1377年に婿養子になった近氏が本尊阿弥陀仏をはじめお堂など寺の施設のすべてを寄進してから高月院と改め松平氏の菩提寺となりました。その後家康公によって寺領、寺の領地ですね、百石が与えられ、明治維新まで時の将軍家から厚い保護を受けていました。三門や本堂は1641年に将軍徳川家光によって建てられたものと言われています。竹千代、これ誰だ。松平近氏。そうだな、ご先祖様だな。どこから来た人、この人は。三河か。尾張か。文後か。セラタというところから来たんだよ。セラタの徳川っていうところが来てるんだ。徳川、どんな人、近氏って。初代だけど、もっと前は誰かとね、血がつながってんだよ。誰。鎌倉殿って誰だ、知ってるか。知ってる、よく見てる。鎌倉殿ってどういう意味。源の頼朝。頼朝という説もあるよな。もちろん幕府のことを指すっていう人もいるけどね。頼朝、頼朝とね、ずーっと大元はね、先祖がね、つながってんだって。じゃあさ、松平家の前は源家ってことみたいだよ。それからもう一つ、徳川四天王って誰だ。四天王、榊原康政、本田忠勝、井伊直政、酒井忠次。どれが一番好き、どの人が。本田忠勝かな。あれ、でもさ、武将隊で一番仲のいいの誰だっけ。
何姫？武将隊でさ、四天王。四天王誰だった？作家？榊原康政。そうだっけ？酒井忠次とすごい親しいじゃん。でしょ？酒井忠次ともね、祖先が同じなんだよ。え、浅井家の？浅井家だよ。違う違う。今私たち松平家だぞ今。え、なんで本当は浅井家だっけ？浅井家じゃね。本当は浅井家だけどね。今やってるのは松平家だろ。松平近氏さんがね、ここに来る前に。ヘッカイ軍っていうところにいて、ヘッカイ軍、そこでね、仲良く女、その軍だよね、仲良くなった女の人の間にね、できたのがね、なんと酒井家にずっと繋がってて、酒井忠次の方に来てんだって。だから親戚なんだよ、親族から血が繋がってんだよ。そう、聞こえなくないからなんだって。咲いてるな、井戸があるじゃん、ここに。井戸？ほら、何の井戸だ、これは。こんなの書いてあるぞ。行きましょう。見初めの井戸とあるな。あ、近氏がここに来て、ああ疲れたって言うんで、きっとね、水を飲もうと思ったんだよ。そうしたらさ、綺麗な女の人出てきて、で、あやめの花を一輪ね、摘んで、で、水をどうぞって言ったんだって。そしたら近氏がさ、その花も綺麗だったけど、女の人は綺麗だったから、フォールインラブしちゃったんだって。徳川平和というのは、実は家康公から始まったというよりも、ずっと遡って松平家の初代松平親氏、このように願文願った文章を書いてるんですね。天下和順という言葉から始まるんですけれど、まあこれ読んで字のごとくで、天下が平和な状態でありますようにというところから始まってるんですけれど、災害がないように、それからまあ豊かな実りがありますように、ここも重要ですね。兵や武器は無用ですよと言ってるんですね。戦いがないような、そういう社会が私たちが作らなければいけないんですよということを願って誓ってるんですね。それが松平親氏の願文です。徳川平和の源はどこにあるかと探ってみると、徳川家のルーツそのものにたどり着きます。徳川家の前は松平家です。松平家は8代続きますが、初代親氏はいわゆる落ち武者、南北朝時代の戦いに敗れて、今でいう群馬県太田市世良田から徳阿弥と名乗るお坊さんの格好で全国を行脚、愛知県三河に流れてきて、豊田市の山奥松平の豪族松平太郎左衛門信繁の娘水姫に一目惚れ、婿養子になりました。信繁が催したレンガの会に出席し、その才能と人柄で信繁に見込まれ、水姫の婿養子に迎えられたという説もあります。またこれもその場所については諸説ありますが、松平郷に来る前に辟海郡の酒井郷に行き、そこで豪族の娘と結ばれて一人子供を設けましたが、妻が亡くなり再び遊行僧となり松平に行き着いたとも言われています。ちなみにその子供の子孫が徳川四天王で有名な酒井忠次です。親氏は徳が厚く領民に慕われる指導者であったと伝えられています。そして安穏安心で安全な世の中を作りたいという願いを込めて、
次のような願文を掲げ、周辺に影響力を及ぼしていきます。三州八大紀古伝集では、親氏は三河北部にある中山間地の7人の豪族を支配下に置いた、つまりは7つの村を制したとあります。願文は松平郷にある親氏像の前で読むことができます。でもこれを読んでもなんとなく意味が伝わってきますが、詳しくは分かりませんよね。そこで読み方と意味を浄土宗大辞典で調べてみました。天下和順、日月照明、風雨維持、祭礼吹き。天下が穏やかで日々澄んで明るければ災いは起こらず、国部民安、氷河無用、修徳公認、無主来場。国は豊かで民は平穏に暮らし、兵も武器も必要なくなり、争うこともなくなる。よって人は常に徳を尊び、思いやりの心を持って礼を厚くし、人格の向上に努めるべし。これを読んでわかるように、松平家は初代から国家安泰を目指したのです。松平家はその後代を重ねて勢力を南に伸ばし、拠点を岡崎市の岩津、安城、そして岡崎城へと移し、三河の大名となります。7代目の清康は武勲の誉れ高く、西三河全体を制圧すると、東三河の多くを支配下に置き、尾張へも職使を伸ばします。ところが尾張の織田方への攻勢を強めているとき、家臣に暗殺されてしまいます。清康を継いだ8代目広忠はまだ9歳。いわゆるお家騒動が起きました。一時は命の危険から岡崎城を離れ避難したこともあります。家臣の献身的な働きで岡崎城に戻ることができたものの、尾張の織田方からの圧力に抗いきれず、駿府の今川方に応援を頼みましたが、その代わりに息子の竹千代を人質にくれとの要求。仕方なく当時まだ6歳、今でいう満4歳ですね。長男竹千代を差し出す決断をしました。これがざっくりまとめた家康公のルーツです。いかがでしたか？コンパクトにまとめたので、この他にもたくさんの情報があります。機会があれば、16話シリーズを終えてからまた続編をお伝えしたいと思います。皆さんもぜひ現地を訪れて、マイ家康公ルーツ探しをしてみれば、面白いではありませんか？さて、次回は竹千代誕生の秘話をお届けします。お楽しみに。それでは次回またお会いしましょう。